コママはちょっとスルーしてたかな。リスワン撮るのに忙しいんじゃない？リスワン出ないかも。配信やってないし、ゼロワンさん。出ませんでした。目めっちゃ腫れてるよ、うち。泣いたからね。たくまは電話出なかった。あともう一つ報告が。こっちの携帯で配信やってるときは、たくまは悪くないにタイトルになってたんだよ。こっちの配信ではね、たくま悪くないになってたので、こっちの携帯で配信をやろうと思いました。したらタイトルがこれになってた。見えるかな。あ、見えないね。ちょっと待って、ラジオにするわ。ちょっと待って、こっちの携帯でやった時に、たくまは悪くないっていうタイトルになってたんだけど、もう一個の携帯で配信しようとしたの。そしたらタイトルがこれになってた。びっくりした。全部私がいけませんでした。これになってた。びっくりした。配信をつき直そうと思ったんだよ。もう一個の携帯で2つ持ってんだけど、携帯こっちの携帯ではたくまは悪くないになってて、もう一個の携帯あるじゃん、うちのいつも配信やってるやつ、画像悪いやつ。それで配信つけようと思ったタイトルがこれになってて、びっくりした。どっちもたくまがした。ちなみにたくまに電話したけど出なかった、うん、山田はメールを勝手に送った。うちじゃないよ、うちの言葉じゃないで。うちが今言ってるじゃん、本人が。ありがとう、そう、ハッピーバースデー、今月誕生日だからね。誕生日までにゼロワンさんに許してもらえたら、ワンちゃんおめでとうって言ってくれるかなって思ったけど、まあそれはできそうにないね。うん。常にヘイトメイクのみんなでやってた。すげえな。今やってるでしょ。まあ太郎は中立だけどね。右父はもういまだにうちのことディスってるでしょうね。嘘まで言って。いや、ゼロワンの顔見たらわかる。うちのこと嫌がってた。アーリン、ありがとう。バースデーありがとう。ありがとう。去年の誕生日は養分と天然さんに祝ってもらったけど、まあ、今年は一人かな。まあ別に見る人が見たら分かるんじゃない。誕生日配信する？祝ってくれる？おめでとうって。懐かしいね。
じゃあどう思ったかは、まあ、YouTube 見て書いてよ。自分の意見をさ、どう思ったか。別にうちが悪いなら悪いでいいし、正直。うちを心配しなかった。そりゃそうだよ。逆にいるの、うちのこと心配してる人なんて。まあ、おもちゃの役割果たしたって感じじゃない。みんな褒めてよ。配信つけてないんだよ。こうちゃんありがとう。いや、褒めてよ。さすがに。報われないで。おもろくもない。ただただ胸クソの枠やって申し訳なかった。面白くなると思った、うちは。盛り上げたかった。面白くなかった。絶対見返してやるからな、お前ら。うちは配信やめないから。これからも配信やっていくし、見返してやるからな、お前ら。いや、もっと配信で頑張って認められるような配信だったら、うちはあいつらとも絡まないから。山田とも絡まないし、たくまとも絡まないし、チムとも絡まないし、いつかゼロワンさんに許してもらえる時が来るまで頑張るから。あんなやつ相手にしないから、うちは。ありがとう。電話したよ、竹馬に。出なかった。もうかけることはない。うん、嘘タイトルつけられてた。これうちやってない、全部私がいけませんでしたって。これうちやってないから、びっくりしたから。
これなんかタクマがやったらしいよ。見てた人いるんでしょ、教えてあげて。めっちゃやってない。いや覚えてない、覚えてないからびっくりしてる。うちは今問題よね、こんな配信ね、つまんないよね、不快だよね、ごめんね。エンタメでもなんでもないよね、こんなのね、胸クソだよね。申し訳ない、楽しませようと思ったのけどね、うちも沸かすよとか。でもこのこれはちょっと自分のことしか考えてないな。せいじさんもゼロワンもまだちょっと愛があるよ、相手に対する。自分たちのことだけしか考えてない。チミも山田もタクマも、頭打った。タクマよう、ありがとう。なんてありがとうね。もうツナちゃんから電話しないで、あっちからじゃあ電話があるのがツナ。確かにそうだわ。やっぱ好きなんだわね、タグマのこと。でももう目が覚めた。ゼロワンに似てるかなって思ったんだけど、全然違う、ゼロワンとは。そうだね、似てないよね。ごめんごめん。似てないわ。全然違う。全く違う。1ミリも似てない。1ミリもな。こっちからも連絡しない、二度と。お前電話出なかったんだから。ありがとう。ゼロワンだけはルイージの味方やった。あの時ルイージの味方してた人いたんだ。あの時ルイージに対する当たりすごい強かったじゃん。でもうちはどっちかっていうとぶっちゃけルイージの味方だったから、ノータッチでいったんだよ。もうアンチがすごくて、ルイージに対する。うちはそこはノータッチでいこうと思ったんだよ。ルイージの方をね、擁護の気持ちがあったけど、でもゼロワンも味方してたんだ。なるほどね。確かに、うちはいつも苦しんでる時に言えなくそうなゼロワンだったな。離婚して言えなくなって、子供も失って、でカフェで暮らしてた時にゼロワンに初めて連絡した。以前配信者だったって、結婚して配信やめたけど
離婚して何もかも失いました。家もない、配信で生きていくしかない、うち大手にしてくれませんかって一番最初に連絡したの、ゼロワンさん。多分あの人は覚えてないと思うけどね、言ってないし本人に、あの時のメールうちだったって。その時に電話かかってきて、その覚悟あるのって、あります、何でもやりますって言ったら、じゃあオフ会あるから来いよって、お前金いらないからって言われた。うん、頭打った、ゴツンって音がしたって、大声でさっき叫んだんだよ右父が。そしたら丸やつが膝やってごまかすと声したら、右父が膝を打ったって言ってさ、みんなでごまかしたんだよ。うーわー、もううわーとしか言いようがないよね。だから映像を見て変、意見ください。映像見て、なんかあるらしいから、映像。映像見てきてよ、じゃあ。それ意見ください、じゃあそれで。ツイッターどこにあの映像は、教えてあげて、見た人。うちは見てません、正直言って。フラッシュバックして辛いから見れない、とてもじゃないけど、わかるでしょ、うちは見れない、ちょっと時間経たないと辛い。見た人教えてあげて、どこで見たか。YouTube ね、胸触られたの覚えてないんだよ、うん、覚えてない、うん、うちも怖くて見れない、正直まだ。やっぱショックだと思うし、見たら。いや、非公開にしたって言ってた。右父はうちが消してって言ったら、ああいいよ消してやるよ、どれ消してほしいのって言ったんだけど、あの人は、あ、非公開にしたよって言って、消してない。もうその時点でやばいなってこいつって思ったんだ。そう、非公開にしちゃって、消してって言ったんだけど、見えないよそんな動画、うちも見たくない。ありがとう。うん、さっきゼランツルちゃんをスルーしてたかもしれない。その後ともいけてからゼランはツナちゃんのガッツ褒めてた。本当に？なんて言ってたの？またちょっと元気出てきたかもしれない。なんて言ってたか見てた人いる？ちょっと元気ちょうだいよ。頑張るから配信。ゼロワンとは関われないけどね。
でも思い出にあるから山手線の出来のこと、遅刻ばっくしたね。ありがとう。嫁だと比べてたけど、育とうかしか、あいつはいじめ大好きで、エヴァンベイさんちゃんかわいそうにあった。最後はな、文句も言わず黙って歩いたんだった。大丈夫。いや、なんかちょっと、そうやって言われたからちょっと涙が出てくる。最後か、頑張って文句言わずに歩いたって言われて嬉しかっただけ。ありがとう。ちょっと安心頑張るから、いつかまたゼロワンさんに認めてもらえるように。こんなやつらにさ、バカにされてたまるかよ。おもちゃにされるんだったら正義さんかゼロワンさんだよ。こんな奴らにさ、なんだよこのタイトル。一生懸命気使ってバーベキューの時もさ、枠映ってさ、自分配信つけないで、うちだって自分の役割十分分かってるよ。それ以外さ需要ないから。誰かの枠に映ること以外うちには需要がない、価値がない。うちが一番よく分かってるから配信つけないんだよ、誰かとコラボしてる時。ただ単に友達だから、つなちゃん好きだからって呼んでくれてるわけじゃないって。全員腹黒いから、百も承知で言ってるんだよ。でも大手の人だったら面白くしてくれるじゃん。あいつは自分のことしか考えてないよな。なんだよこのタイトル。全部私がいけませんでした。でもう一個のタイトルはなんだっけ、タクマは悪くないだっけ。あれを自分が書き込んだと思うとゾッとするよ。タクマは悪くないってタクマが自分でタイトルにしてたかと思うとゾッとするよ。山リスいらないから。
いいよ、ちょっと待ってね。写真っていうか、ちょっと待ってよ。これでしょ。ね。これ。綱です。ちょっと読み上げるのきついんだけど。これ山田。山田が勝手に送ったうちのアカウントから。もういい？読み上げなくて、これ見せてるから。出てくる。でも疲れた。なんかもう家も別に関わらなければいいだけだから。なんで1週間番だな、部長山田。いい番だれよ。誠司さんには言われたろ、いらないって。わっちに僕がやばいんだよ。台本持ちかけたのがツナコと私本人なので申し訳なく思っております。よろしくお願いします。やばくないこいつ。こいつやばくないマジで。で、部長山田ブロックしようと思ったらバーになってるから検索できなかった。リスワンからブロックできるか。A 番希望の人、脳してください。どんだけいる？まあ、900人見てるけど。やば、めちゃくちゃ多いじゃん。ありがとう。うすご。やば。あ、ナイスいらないよ。ナイス、あの、ゼロワンさんにしてあげて。うん、うちはナイスやらないから、うん。ありがとう。ありがとう。うん。あ、ナイスしてないのか。じゃあ誠司さんにしてあげて。どっちも捨てない。うん、やばいよねこれね。なんでこれうち週明けにバーになるの。これ関係ないのよ。うちこれ送ってないんだが、綱です言うて。山田ですだろな。綱ですじゃねえだろ。山田ですの間違いだろうが。何綱ですって。だから嫌いなんだよあいつ。じゃあ他の人も通報してしたら。これ今みんなのために見せてんだよ。ありがとう。自負しておりますとかね。これ泥酔状態でこんなん書けないからうち。うん、通報してみんな。みんな見たいっていうから、そのために今これ映してるから。うん、うちも通報するけどね。
今ビビってんじゃない本人。ちなみにタクマに電話したけど出ませんでした。逃げ腐ってます。A 番望むの望むはマジで。お前なんか01とは全然違うわ。似てると思ったけど違かったわ。ごめんね、なんか不快な思いしたら。ゼロワン似てるって思ううちが言ってさ、不快な思いした人いる？ごめんね、似てないわ。似てると思ったんだよ、ちょっと。あ、もううちも言わないから、二度と似てるってね。似てないし、ごめんね。ゼロワンリスナーさんいたらね、申し訳ない。こんなゴミクズと一緒にしちゃって、寂しかったんだよね、それだけだよ。もう写真も消していいかな、もう。じゃね、うちのさ写真あるんだけどね、二人で撮った。これも パルパルとね、繋がってないんだよ。誰かパルパルの連絡先知らないかな。いいよ、別に。いくらでも説明してあげるから、電話来たら。あの文章はだから山田ですね。山田。何ある？ツイッターに何ある？ QR コードあるってこと？あ、そうなの。LINE なんか繋がってる人いたらなんかしてほしい。これも消すか。もう削除する。この写真。たくまとの写真消す。削除か。消すか。消すか。好きだったのに。いや、顔がね、ゼロワンに似てるかなって思ったんだよ。どう？え、好きになっちゃった。似てるよね。似てないか。分かったよ。じゃあもう消すよ。分かった分かった。消すか。どうやって消すんだっけ。ここだっけ。え、待って。あ、これだ。ここから消せばいいね。じゃあ消すよ、もう。消したよ。
ジミー大西？どういうこと？動画もね、チムから送られてきたんだよ、これ。動画がチムから送られてきたの、これ。チムから、これ。たくまに抱きしめられてるやつの動画が。あ、ジビー大西ってこと？そう。うん。チームやばいよな。いやマジでやばいで、あの女消しちゃった。たくまとの写真消したよ。もうないもん。見るか、うちのゴルダー。ゼロワンしか残ってねえよ。あ、一個残ってた。うちが隠し撮りしたやつ一個残ってた。たくまがダーツしてるのうち隠し撮りしたんだけど、昨日。ちょっと一個残ってた。ダメだこれ。頭おかしくなってる。ゼロワン似てるとかさ。いや、削除しても復元って、ゴミ箱から削除したら復元できねえだろうが。じゃあもういいよ、もう削除ね。もうちょっとバキバキなんだよ、携帯が。はい、消した。あと、アゾのやつしか残ってない。アザ。ゼロ100キロ超えたらしいよ。これはずっと残しておく。うちの思い出だからね。もちろんうちも反省しなきゃいけないこといっぱいあるで。さっきもやめたいし。これはうちの宝物。これはもううちの宝物。山の前線歩いた時のやつ。何？金もとか。じゃブロックするよ。いや思い出コーナーは何何の話じゃん。そしたら何の話したいの？たくまの悪口言うの？言うじゃん。いいけど。保健所はなんか病院行けないと思ったよ、警察の時。ああね。でも5000円ぐらいでなんか簡易的な保健所をもらえるらしいけどね。そうだね、気づくのがちょっと遅すぎたね。特にたくまとの件で思った。誠司さんもゼロワンは優しかったなって。ネタにはされてるけど、なんかまあ良かったなっていうね。今気づいた。うん。でももう遅い。うん。ね、このね。
この写真送られてきた時も01さんからメールが来たんだよ。いっぱいいい思い出もあるのに悪口言わないでって、いい思い出もいっぱいあるのにもうやめてって言って送られてきたのがこの写真。で、一つお願いがあるんだけどって。何？じゃあフォローを解除しないで寂しいからさって言ったら、今フォローしたからお前も返すよって言われて、フォローで、うちは見てみ、うちのプロフィール、フォロワー3000人いるけどフォローゼロになってるじゃん。でもたった一人フォローしてた人がいたんだよ。それは01さんだったんだよ。フォローしたからお前もフォロー返せよって。で、唯一フォローが1だったでしょ、非公開だったけど、あれは01さんだったの。まあでもね、もうゼロになっちゃったけど、またね。で、その時にいい思い出もあるのに悪口言うのやめてって言って送ってきたのが、この2人で山手線歩いてて、新宿の近くかな、多分桜が咲いてて、撮った時の写真。当たり前じゃん、いいとこばっかりじゃないって。全員クズだって言ってんじゃん、何回も。ゼロワンクズだからねって言うけど、この人、この人マジクズだからね。クズ、女癖悪い、ギャンブルやるね、先癖悪いで、クズだからねって言うけど、でこれもクズ、うちもクズだしね、こいつもクズだし、こいつもクズだから、全員クズだから、政治もクズだから、勘違いすんなよ。ただタクマは自分のことしか考えてない、わかる？あ、これ桜だね。ここにね、なんか桜の名前書いてあった、なんとか桜って。イキリストはいじらない、怖いから。だから桜って書いてあったんだよ。でもね、梅ってこれピンク色が濃くなってるけど、加工のせいでね、梅じゃないで、これもともとの色見せたいけど、そう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 、河津桜だね、そうそうそう、それ山手線一緒のやつとかね。もう01さんの写真しか残ってないから、残ってないで。残ってない、マジで。もうないで、たくまの写真は。削除フォルダ削除したよ、もちろんね。これはちょっとうちが一番かっこいいと思ってる写真よ。このホモ大仏写ってるけど、このね、こっち
ってね。これ一番うちはかっこいいと思ってる写真は、ここのメガネうちが壊したんだけど、ちょっとホモ大仏、じゃあ このメガネ、レイバーのサングラスちょっとぶっ壊しちゃったんだけど、2万円のやつね、怒ってたね。どう思う、この件に関して。パルパルどう思う、マジで見解教えてよ、パルパルの。マジで常に中立だけどね、大仏は。今回うちは悪いんかな。古いって言わないでよ、古いから。チカチカする服だよ。あの服だっていつも着てるからさ。とこれね、これがやばいでしょ。うちも絡まないからね、この人たちとは。いやでも結構ね、山田をフォロー外してブロック入れましたって言ってた人結構多かったから、飛ばした直後に、ちょっと待って待って待って、飛ばした直後にたくまがビールを無理やり飲ませようとしたの覚えてる？覚えてない。それ本当なの？嘘でしょ、そんなことしないでしょ、さすがに。マジで言ってる？本当？ガチ？それ YouTube にある？いやでも見るの怖いな。じゃあ見るの怖いな。いやこれはうちが書いてない。今来たのか、また一から説明か。誰か説明してあげて、めんどくさい。さすがにこれはね、誠二さんも弾いてたから。運営さん、これうちやってないよ、やってません。運営さん、政治が、政治がなんだって。あ、山田に一番怒ってるね。誰か貼ってあげて、じゃあ YouTube それ見て感想教えて。もう怖くて見れないんだもん。これ自負しておりますとかね、酔ってて書けないでね。
パル、いやパルの連絡先分からんのよ、アカウント消しちゃったから。でホモ大仏まあでもホモ大仏もネタにあれじゃない、ミキ父とかね電話かけたらねめちゃくちゃ言うからね、嘘ばっかり。右乳だけには確認取らないでほしい。あいつ嘘ばっかつくから。つきましてはって書いてあるな、確かに。部長やめで、たくま優作な感じでは。寛大な措置よろしくお願いいたします。とかつって。ね、きっしょ。じゃあこいつ。送らんよ。うちだったら挽回状お願いしますとかアホみたいに送るよ。すいませんでしたとか送るよ、ストレートに。アホだから。え、実際送ったことあるし、ぶっちゃけ1週間前になった時に A 版かと思って運営にすいませんでした、もう今後変な配信しないんでお願いしますっつって3行ぐらいで送ったよ。ね、無視された。何月何日に解除されるんでそれまでどうのこうのって書いてあって、あ、 A 版じゃないんだ、よかったってなった。でその時確かゼロワンにも助け求めたはず。ゼロワンさん版になった、助けて。どうしたらいいの俺はって言われて、それでなってなったけど、いやちょっとバーニーになったんだけどつって。でもその後1週間版だって知って、ゼロワンさん1週間版だったって言ったら、よかったねつって。その時絶縁中だよ、優しくない？絶縁中なのに、あのよかったねって。今後は A 版待ったなしだから、次やったらもしかしたらあの A 版になるかもしれないから気をつけなよって。でパルパルからも連絡来て、ツナちゃんって、俺ツナちゃんのことブサイクだと思うけど余計だよね、正直言ってツナちゃんは顔が可愛くない、あ、ありがとう、だけど俺ツナちゃんの配信好きだよって。だからツナちゃんが配信ねバーになったら悲しいから、悲しいから、いやブロックされてるよ番、普通にゼロワンにもブロックされてたしね、ずっと。でツナちゃんの配信番やったら悲しいから、ツイキャスのアカウント作りなって。そしたらふわっち番になってもツイキャスっていう逃げ道がある。ツナちゃんは配信が居場所なんだから、唯一の居場所をなくしちゃダメだよって。だからツイキャスのアカウント作りなって、電話でね、電話で言ってくれた。で今もう寒いから早く寝カフェ帰りなって。でまた寝カフェ着いたら電話していいっていいよって、まあ、結局寝ちゃったんだけどね、うち寝カフェ着いたら疲れ切って、まあ、こいつはそのうち消えんじゃない？うちも消えるかもね。でもうちより先に消えてほしい。うちなんか一発屋だから、1年間一発屋でやってきてるんで、そのうちうちは消えるんだけど、それよりも先にこいつら消えてくれないか、部長山田拓馬チーム、うちより先に消えろ。一発屋でしょ、うちは。一発もないだろって。一発はあるでしょ、バズったでしょ、木金4000人叩き出したんだよ、うち。
モグキン1000人だったら見たことあるって言われたもん、ラムネに。モグキン4000人は初めて見たって言われたもん。聖人のとこに会いに行った時ね、あの機長に殴られた時ね、自分一発は打ち上がってんじゃん、愛がないよね、不快だよね、見てて。うちね、ゼロワンとね、ナナちゃんの配信好きなんだよ、モンジャリのコラボ。なんかね、喧嘩してても面白いっていうか、お互い好きなんだろうなっていう、伝わってくる。でもタクマは人のことを利用する、自分のことしか考えてない。これ一緒にタクマを考えて書いてたんだ。今来た人わからないかもしれないけど、これうち書いてませんね。延長するね。うん、いいともだよね、バカ3人組、チム、タクマ、部長山田。てか部長山田の相方っていうだけお察しって感じだけどな、うちから言わせれば。なんで相方って、姉って感じになるけど、あー嘘ばっかついてるよね、本当に。息を吐くように嘘をつく。あ、チムから連絡来ました。ごめん、寝ちゃってて返信遅れちゃった。今来ました。チムから連絡が。今チムから連絡来ました。ごめん、寝ちゃってて返信遅れちゃった。怪我大丈夫？これは相撲の時の怪我？それとも何度も転んだりしてたけど、とかって来てるね。既読にしてないけど、こいつ見てただろ、頭おかしいんじゃねえの。今起きたんだって。今起きたらしいで。だから女って嫌い。この件に関しては、アキコママと話が合いそうだよ。女が嫌いっていう件に関しては、アキコママと気が合いそうだ。うちは女だけで男みたいなもんだから。むしろアキコママの方が女子力高いんじゃないの？うちよりも。きしょいな、本当にな。そうだね、ランディーバーに置いてったね。
ツナめっちゃ女やん。いや女じゃないよ。ちょっと待ってね。ちょっと待ってね。ミーコしかもう好かん。ミーコはうちのこと好かんけど、うちはミーコしか好かん。マジですか。ミーコしか好かんの。もうミーコうちのこと好かんけど、ミーコちょっと待ってて。
よいしょ。ただいま。ごめんね。とりあえず病院行くよ。みんな A 番、うん、うちのことも言ってね、A 番になればいいけどね。イキリスト、うーわ、はい、メールがね、ホテルの店員かっていうか、あの注文したやつが、ちょっと待って、なんか読み上げようか、なんか来てたんだけど、読み上げるよ、チムからの LINE。もううち別にこいついらないんだけど、ちょっと待ってください。ねえ、どうせチームの味方？ごめん、寝ちゃってて返信遅れちゃった。怪我大丈夫？これは相撲の時の怪我？それとも何度も転んだりしてたけど、最後に派手に転んだ時の怪我かな？あのね、派手に転んでても両足粉ならないから。はい、次。何度もお酒飲むのも、ツナちゃんが手を出してるのも、何度も止めて、たくまくんのことが好きなら、女の子なら可愛くいよって言ったのは覚えてる？何この文章、やばくない？でも私ももっと止めればよかったし、つなちゃんのお酒飲んだらどうなるってことを、まだ配信始めて3ヶ月も経ってないし、この間イキさんと飲んだ時も普通だったからわからなかった。ごめんね。あと、ご飯ごちそうさまでした。あ、うち全部読んだよ。まるまる、どう思いましたか？どう思った？今の文章聞こえてた？うちバカなと思ってんのかな、こいつ。舐めてない？あざといよね、それな。
でさ、なんか私の足取らないでよとか言ってたけど、あんなちね、ちっちゃいなんか上下のね服着て、この顔服可愛くないって見せたの自分だからね。生足見せて、で右乳が当たり前だけど、セクハラ大王がね足移すに決まってるじゃん。したらやめてや最低とか言ってたけど、あんなあざとい服着てきて可愛くないって言いながら見せてたの自分だからね。わかる？アホなんだ男は。男はアホだからわかんないね。うち悪いに決まってんじゃん。悪くないなんて一言も言ってないよね。すんごいニコニコしてたね。みんなにチヤホヤされて、みんなに足移されて、たくまにもね、右乳にも移されて、やめてよとか言いながら嬉しそうだったよ。そんな言い方ってうちそのまんま言ってるんだけど。あ、プルさんありがとうございました。すいません昨日は。ありがとうございました本当に。え、プルさんってこの昨日の人だよね。ポルさんか。ポルさん昨日の人ですよね。ありがとうございました本当、美味しかったです。え、この人じゃなかったっけ。この人じゃなかったっけ。あいつ、ごめんなさい、間違えたらすいません。プルさんって言っちゃうの。ポルさん、この人だよね。あ、そうだよね。ああ、すいませんでした。ありがとうございました。昨日。申し訳ないです。ポルさん。ありがとうございました。また呼んでください。はい。相手が穏やかだったらうちも穏やかなんで。はい、酒癖悪いんですけど。うん。ありがとうございました。プルさん優しいよ。あ、そうなん、知ってる？あ、そうなんですか。うちの話見たことあるんですか。うち相手が普通だったら普通なんですよ。イキリストの時もめちゃくちゃ飲んでたんですけど、うち多分イキリストと会ってる時結構しこたま飲んでる。あの時で普通だった最後まで。意地だからね、変な感じでお坊ちゃんにしなかったから、最後まで普通にカラオケして解散した。うちのことおもちゃにしないとには普通なんで。ポルさんありがとうございました。楽しかったです。なんか、バーベキュー楽しかった。バーベキューはその後が問題だったんだよ、割とマジで。あ、そうなんだね。配信者好きな。ポルさんでも見てたんじゃない。事情知ってるんじゃない、この流れ。まゆちゃんに聞いたら分かるけど、まあいいよそれは。 NG さん、明日のネタになるかもね。つなちゃんかわいそうかとかとか思ったけど、性格悪いよ。え、性格悪い、うちねえ105号さんがさ、性格悪いなって。うちの悪い、うちの性格悪いよ。だけどこれの方がひどくない？うちは性格悪いよ。あ、ガンコありがとう。うち悪いよ。だけどこいつらのが悪くね？ってことを言っている。私が全部いけませんでしたね、これ。うち打ってないからね。
で、その前のタイトル、タクマは悪くない、タイトル名、こいつらのが性格悪いやろ、どうなのそこ。これ見せる、これ、これ書くやつの方が性格悪くない、これうちなの、怪我もそう、台本持ち書きだならつなこと私本に一応送ってないから、こんなこと、山田、うちの携帯使って山田が言ったの、これ山田が送ったの、うちの携帯使って、うちで運営に正直言って言って問い合わせしたことあるんだよ一回。でもそれは本当にもうストレートにすいませんっつって、もう今後変な配信しないで、あの番解除してくださいって、 A 番かと思ったからね、3行ぐらいだったよ、すいませんっつって、もちろんダメだったけど、でも A 番だと思ってたから、お願いのね、謝罪のね、あのしたんだよ、すいませんでしたっつって運営に。そしたら運営が、あの何月何日までなんでって言って、あ A 番じゃなかったんだ、でゼロワンにも言った、 A 番じゃなかったって言ったら、よかったねっつって、絶縁だったけどよかったねっつって、もう今後気をつけなよって、これ山田ですね、うちの味方いないのか、そう、そうだね、運営に送るのもっと丁寧な文章しなきゃいけない、ふざけたさメール送っちゃって、すいませんっつって、今後変な配信しないんで、あのお願いしますみたいな、もう3行ぐらい、うち文章能力ないんだよ、口ではペラ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 あのディスれるんだけど、悪口とか言えるんだけど、文章できないんだよ、下手なクソなんだよ、うん、考えて打つじゃん文章って、うち考えて物を言ってないからストレートじゃん、なんでうちがストレートでこうやってバーって言えるかっていうと、考えて物を言ってないから、自分の思いのまま自分の感情のまま思ったことを言ってるから、説考えなきゃいけないじゃん、だから苦手なのよ、嫌いなのよ文章って、なるほどね、文書偽造になるんだ、あれもこれもね、そうなの、ありがとう、あの850人見てるんだけど、あの無料アイテムお願いします、うち配信頑張るんで、これから応援してください、こいつらに負けたくないんで、いつかゼロワンが許してくれるまで何だってやってやるんで、山手線一周でもバンジージャンプでも富士山登頂でも何でもやってやるんで、こんなやつらに利用されてたまるかよ、つなこと私本人受け、この最後の文章がマジ、台本とかやったことねえから、うちありがとう、ありがとう、応援してるよ、ありがとうピちゃん、ありがとう、いつもありがとう。
ありがとう。当たりじゃん。ありがとう。いや、うち無料アイテムだけでいいよ。無料アイテムください。ありがとう。フィジュアルシートありがとうございます。ありがとうございます。風船ありがとう。リジャーシートありがとう。やばいよね。これ充電ない。これ山田が送ったやつだね。いや、山田送ったらしいよ。うちは知らないんだけど、リスナーに聞いて、リスナーがなんか送ってたよみたいな、やばいなっていう話。それが本当だったら、うちは覚えてない、正直言って。できるだけ早く解除とか書いてある。本当だ、書いてある。できる。みんな自分のことしか考えてないね。ね、右乳も右乳だで。右乳も自分にヘイト向けられたくないから、俺は送ってない。二人が送ったって。お互いなすりつき合ってる。もう類ともない、みんな。似た者同士だよ、こいつら。で、何？チムからの LINE は、ごめんね、私が止められなかったから、みたいな。あと、ご飯ごちそうさまでした、みたいな。まずイラッとするんだけど。で、山田は山田、やめとけって。じゃ、わからんよ。止めてたらしいんだよ。うちの想像ね。やめとけって、お前やりすぎやって、とか言いながら、酒飲ませて心の中で笑ってるやつだろ。もう想像できるわ。いや、止めてたらしいんだよ。あの、たくまがうちのことを背負い投げしてるときにね。みんな自分のことしか考えてない。みんな自分の欲しい。ありがとう。プラチナか。山田には認めてもらえなくて別にいい。あ、ちなみにうちがプラチナプラスになったら、あ、うちがプラチナになったら、せいじさんが全裸でマルハン歩いてくれるらしいです。マルハンのパチンコ屋全裸で歩いてくれるらしいです。あいつなんかね、プラチナになれないよって。もし なるんだったら俺が全裸でマルハン歩いてやるよって言ってたから。マジだから、これ見たから YouTube で。ツナプラチナ無理。もし なれたら俺が全裸で歩いてやるよって。誰とく、確かに通報されて終わり。言ってたでしょ。うち見たから、それ。ありがとう。優作はいいよ、仮装だから。あ、ありがとうございます。キーファクマサンキュー。応援してる人、レジャーシートください。お願いします。ありがとう。ね、じゃあ傘どうでもいいよね。しかもこいつうちに耳打ちでさ、あの、まゆちゃんとね、まゆちゃんの一日って、ああ、ありがとう。ちょこままさん、ありがとう。あの、まゆちゃんの一日店長にいたときに、みーこにね、席に呼ばれて、つなちゃんって言ってくれたから、うち行こうと思ったんだよ。そしたら、優作が声かけてきて、なあなあ、みたいな。シャンパン入れた方がいいかなって言ってきたの。
シャンパンやっぱり入れた方がいいかなとか言って、うちの子と引き止めてね言ってきたんだよ。だからあ入れた方がいいんじゃないっつって、その方が喜ぶよって、まゆちゃんいられるんだったら入れてやっつって言ったら、うん分かったみたいな感じで言ってたのに結局入れてないでしょ。で優作うちの枠に来て、結局あの時シャンパン入れたんっつったり、え入れてへんとか言って、なんなん、優作知らんやろ、ほっとこ。みんなで綱を笑ってみて、笑ってる姿恐ろしかった。いやこれはだから部長山田が書いたんだよね。でなんか太郎はまあ便乗しに来たけど、まあ会わないでしょ。まあ秋子ママも今仕事するんじゃない。これでエンディに限っては全く関係がないから巻き込まないであげてね。うん、いやそれなマジで腹黒いであいつ、うん、何うちを A 番にさせんの今度、どういうこと。あっ山田の A 番を強く望むっていう話ね、うん、もう一回言うね、これうち送ってません、文章も考えてないし自分の意思じゃないし、何やったらうちのアカウントで勝手に送ってる、ツナですじゃないから、山田ですの間違いだろ、ツナですって、ツナこと私本人なのでとか、山田ですって書けよ。山田なんだから。まあ山田積んだ、積んだっていうかまあ一週間版だからね、そのうち配信やるんじゃない、何事もなかったかのように開き直っていつものように、あ院長お俺やったでとかって言いそうじゃない、お俺送ったでみたいな、あ院長みたいな、死ねよ、お俺送ったけどなとか言って、あの文章あ俺やで、その理論で言うとつって、勝手に携帯使われた、そういうことですね、その理論で言うと俺送ったけどな、俺送ったでつって言いそうじゃない、あれ俺やでつって、その理論で言うとって、エンタメですやんは政治だけだから言っていいの、その理論で言うと犯罪やけどね、マジで。その理論で言うと、もう江戸から離れてもろていいかな、とりあえず。その理論で言うと、江戸から離れてもらっていいか、とりあえず。何？大阪にも入れないな。もういいよもう。今中立って言葉流行ってるらしいから、どこが中立だお前。中立っていう言葉に流行ってるから、今中立でも何でもないよね、当事者だよね、むしろ犯人だよね。
どこが忠実なのこれ。これ送ったお前だろ。どこが忠実な。もう犯人じゃんお前。何が忠実やねんお前。調べてこい忠実って言葉一回辞書へ引いて。ツナですとか舐めてないマジで。どこまでも自分のことしか考えてない。だと本人通報するよ。だからうちもやるよ。うん、通報します。イキリストはまあ分かんない、もう来てると思うけどね。興味ないんじゃない。山田チームのクソカップルもうお似合いじゃん。お似合いだよあの二人は。ベストカップル。二度とかん、二度と連絡しないから似た者同士だぜ。寝てたね。何度もって2回電話かかってきてたね。寝てたね。たくま許すな。でもタクマって言わないで、なんか今タクマって言葉が出てきた時にもドキッとしちゃったんだけど、名前が出てきただけで。でもタクマって言われただけで今ドキッとしちゃった。いやー、キャスでやってんの、ウケんだけど。え、たくまキャスで始まったらしいぞ。ウケんだけど。うー、キャスだってやってるんだけどね。ねえよ。あ、でも多分やりそうな気する。いやでも A 版なのかな。A 版なのかな、たくま。どう思うか、ね、どう思う。
やってない。キャスいなかった。平和なのかな、あの人。どうなってんだろう。どう思うか。いや、別にいいよ、嫌いになっても。な、何が理由で嫌いになったん？そうな、嫌いになりんじゃん。何したん、うちが。うち何したん、太郎に何したん、うち。意味わかんない。おすすめ規制、あ、1週間版ね。ポルさん正論言ってる。え、ポルさんって、あ、そうか、ポルさん配信やってるって言ってたね。ポルさんなんて言ってるの、ちなみに。なんて言ってんの。あー、わかんない、ポルさんの配信見れないな。ポルさん本当に、ちょっと、なんて言ってんの。うん、あーね、境界線越えてたよな、あれはな。うん、エンタメの境界線越えてたって言ってた。ありがとう、ポルさん。じゃあまだ寝てる。いや、寝てるんじゃない。
ありがとう。待って、今さ、やばい。あー、マサヤンありがとうね。マサヤンありがとう。マサヤン今度飲もう。マサヤン、マサヤン今度飲もうよ、ね、大丈夫やで。うちマサヤンのこと好きにならんで。うちストーカーで有名なんだけど、あのマサヤンのことは好きにならないから。大人の飲み方を教えてあげる。ありがとう。まさやに大人の飲み方を教えてもらおう。ありがとうね。バースデーパーね。ありがとう。まさやありがとう。このた、ここでまさやんくんの、このタイミングで。ちょっと、そうなん。事故るか。沸かすか。バンにならない程度にね、うん、そう、バンにならバンはダメでしょ。笑えなかったら意味がないでしょ。昨日のは笑えなかったでしょ。もうそれだけだよね。笑えないよね。まあ、まさやん一日店長あるんじゃない？あ、ありがとうございます。酒飲んでバーになったことない。やるやん。みんなバーになってるで。昨日うち3人バーにさせたから。昨日3人バーにさせた。その件で今大変なことになってる。ギロ版とかはあるんじゃない？うちの場合ギロ履いて版。カレンはもうふわっちからいなくなったで。キラーレアそのものがいい。それも分かんないからね。嫌いだと思ってたからめちゃめちゃ好きになったとかさ、この人いいなと思ってたけどめちゃめちゃこいつ嫌いになったとかあるから。例えばミーコとかね、めっちゃ最初嫌いだったから、だこの女っていうね。でもめっちゃ好きだから今。そういうのあるからね、食わず嫌いは良くないよね。食わず嫌いは誰かれかれこれ、誰かれかれこれ、一応は絡んでみるべきやで。あ、でも嫌いから好きになるとどっぷりなるんだよ。ゼロ番嫌いだったんだよ。嫌いから好きになったらどっぷりいくから。キチがい、今。ゼロキチ。だこの文明はだから山田が送ったんで、運営にね、うちになりすましてね。そうだね。だゼロワン嫌いだったって、ゼロワンも知ってるよ。お前俺のこと嫌いだったんだって、俺も嫌いだったって。でもだんだん気持ちが変わってきて今は情が湧いてるって。うちもそうだった。1ヶ月一緒に過ごして1週間大阪へ変やって好きになった、うん、最初は嫌いだった。でも今は情が湧いてるって、気持ち変わってきたよって言われたから。うちもそうだった。言ってないけど、
で今度マサヤンとキャンプ行くんでね、皆さんチムちゃんと思うのも論外ですね。二度と関わらないよ。バカバカ、うちはね性格が歪んでるんだよ。72号好きな人ほど困らせたくなるの。そういうことだね。53号さん、あの山田が勝手にうちのスマホからあの送ったんだよ、勝手にね。やばくだよお前。647号さんやばいで、面倒って何のこと言ってんの。ずっと自爆つけて相手もありがとうって言ってたよ。うちから離れないとか言ってきながら、つなちゃん大丈夫って私がいるからとか言ってきながら自爆つけてずっとアイテムのお礼言ってたよ。何面倒って、飯をおごったのうちだし、しかも何言ってんのお前。あった、じゃあ通報しようか。通報した方がいい人、通報してほしい。誰通報すればいい。部長山田拓馬、誰を通報すればいいの。じゃあ書いて。みんな全員山田、山田嫌われてるな。たくまはやめて。まさやん、まさやん、まさやん、今一番揉めてんのたくまなんだけど、この文章を書いた人なんだけど、まさやん、びっくりした今コメント。これ二人で書いたんだよ、部長山田と拓磨がね。マサヤン、じゃあ分かった、見せるね、マサヤンに見せるわ。じゃあ、たくまは、これは山田が送った文章。わかった。うちが、たくまに傷つけられたあざ見せるわ。いい？はい。まさやん。当たり前やん。見て、これ。カクアカ電話来た。マサヤン大一番火薬さんから電話来た。次火薬さん関係ないよね、うち救うつもりねえ。なんで火薬さん、このタイミングで。火薬は信用できるって言ったやつ一番許せねえんだけど、ブロックして。
でもう一方のもう一個あるのよ、まさやん。これさっきこれ右の足ね、これ左の足だから、これ左の足、これあざだらけだね。数時間でこれだよ。もうちょっとしたらかは多分腫れてくるで、まさやん。これでもたくま許してって言うのか、まさやん。 YouTube 見て、これでもたくま許してって言うの、言うのね。まさやん、これはあかんな。持ってんのかな、本当にこの人。絶対持ってないよね。本当に持ってんのかな。これはあかんなとかつって。でね、これ見て。全部私がいけませんでしたってタイトルになってるじゃん。これうちやってないんだよ。勝手にタイトルをつけられたの、配信で。たくまにね、全部私がいけませんでしたっていうタイトルで、勝手にタイトル変えて配信させられたのよ。で、これの前のタイトルが、たくまは悪くないっていうタイトル。うちやってないからね、たくまが勝手にやったの。まさやん？まさやん？マサヤン詰めるか、ちょっとやめとくか、関係ないから。マサヤン、マサヤン、ほっとくか、マサヤンは。うん、マサヤン感情ないからね、やめとこ。で、たくまから電話来たからちょっと折り返します。いや、もうちょっとまさやん来たからいじっちゃった、まさやん。今ね、電話来たんだよ。かやくさんはまあほっといて、まさやんは何しに来たの、知らない、暇つぶししに来た。たくまに電話しようと思う。うん、もう海薬さんにも電話するけど、マサヤン感情ないよ。うん、無だね。録音しとく？あ、確かに。ちょっと待って、録音機能出てやるんやっけ。ちょっと待って、録音、録音、ナイス。確かに録音しとこう。録音するな、しようか。向こうはもう録音してる可能性あるけどね。いや、録音はやめとくわ。録音やめて配信外で電話します。電話しない方がいい。なんで？理由を言って、じゃあここに書いて。あと3分だから。なんでほんで解約さんから電話かかってきたの？関係ないね。いいか、ゼロワンに合わせろよ、てめえは。ワンライブ従業員。丸め込まれるか。うち洗脳されやすいからな。いい車やる。責任逃れ？いや、配信内無理、バンだから。バンの人を声に移したらダメだから。ツイキャスじゃないから、これ。
火薬今配信中なの。火薬さん今配信中。うちもずっと真面目に話してるで。ちなみにな、配信中か。ありがとう、教えてくれて。キャスに、はいはい。パルパルは朝炎上ニュースにもするんじゃない。でも今つながってないからね。今日か、今日配信のあれしたんじゃねえ。に火薬配信中。どんなにあいるか聞いてみたい。うんうんうん、あ、さっきポルちゃん来てくれたから今配信中だから、ポルさんね、うん、でなんか、エンタメでもやりすぎだって言ってたらしいね。正論を言ってたって。なるほどね。いや、うちツイキャスのアカウントないんだよ。あ、作るか、アカウント今からしたら来る。あ、サウナボーイも言ってるね。山田と徳松ちも許せない。嫌いなの、サウナボーイも嫌いなの。作るか。行く？本当に？いや、ツイキャスのアカウントはね、作ろうと思ってたんだよ、前々から。そう。パルパルに言われたから、ふわっちバーになったら行く場所なくなるから、作りなっつってね。思ってたんだよ。たくま病院行ってきた。なんでお前が行くんだよ。バカじゃねえの。セイリーさんの言ってることは絶対だからな。うちの師匠って誰？師匠の言うことは絶対だよね。うちの師匠誰？師匠の言うことは絶対じゃん。うちの師匠誰だったっけ？お前舐めてんの。舐めてんでしょお前。いつうちの父親に会ったタコシ。何病院行ったとか意味わかんなくない。ねえちょっと意味わかんなくない。うち病院行ってないんだよ、こんなあざだらけになってんのに。なんでたくまが病院行くん。頭おかしいんじゃないの。うちだろ病院行くのは。どこ怪我したの。はい見せますね。じゃあどこ怪我したのか見せるね。あ、ね、そうなんだ、NG さん、了解。じゃあ、うちと同じだよね、好みに。うちが好きな人も全員好きでしょ。聖児ゼロマン全員好きでしょ、NG さん。
折れてる？あーね、NG さん了解。意外届け、うちが出されんの？うちが出されんの？意外届け。え？え？うちが出されんの？やばー！うち出されんの？うちが出されるんだね。これ右足ね、左足見せるね。うちだから出されんの？被害届け。えー、そうでしょ？じゃあ言っとくわ。出しな。じゃあ出しな。いいよ、うち逮捕されるのね。出しなよ。じゃあゴミくずだな本当に。しょうもない。見ろよこのあざ。何言ってんのお前、頭大丈夫か。今ピキってるからマジでムカつくよね。で、これを画像を送った時の返信がこれだから送ったんだよ画像。それの時の返信がこれ 4文字。ごめんな軽、ごめんな。僕は自分らが悪いなと思ってない、うん、だからさ、なんか疑ってる人いるやったら YouTube 見てきたらいいんじゃん。それで感想教えてよ、ね、さっきも貼ってくれたじゃん誰かね、 YouTube 見てきてよ。いや電話しようと思ってる、この後かやくさんとたくまに2人ともに電話しようと思って。かやくさん何の用なんだろうな、全然関係ないね。いや配信外でね、たくまさんと。たくまキャスやってないよね。やってるんだったら電話かけないわ。ネタになるだけだから。配信外だったら話すよ。たくまやってない？配信。やってないんだったらかけるわ電話。配信外で。たくま話さなくていい？うん。火薬より政治。政治一番関係ないけどね。まあ火薬も関係ないけど。たくまキャスやってる？
やってんのキャス。はもう配信が謝ることもできないの。いや届けは出してもいいよ、全然出していいよ、むしろ出してくれよ、とことんやってやるから。出すんだったら何にも悪くないから、こっち言っとくけど、やればいいやん。バカなのって思うだけ。なんか楽しんでない。嘘ハトした人をマジでブロックするからやめて。混乱するし、今本音トークしてるから、わけわかんない嘘やめて。面白がって次嘘書いたらブロックするからね。883号、え？どこだ？嘘ハトやめて。830号。どこにいるの？830号。ちょっと待って、830ね。830。あ、こいつか。あ、こいつか。830。何書いてる？やめてよ、嘘。と性格悪いよね。いや、ブロックするわ。ちょっと待って。はい、ブロックです。他の人が言ってるで。はい、火薬連絡待ってるって言うけど、火薬さん何の用かじゃん、聞いてきてよ。こういう時の鳩じゃねえの、いらんことばっかり言ってくるくせに。いざという時は行かない、この無能野郎が。何の電話なんだって。理由は今それどころじゃないんだよ火薬さん。たくまの件で881号ブロック。どれだ、881。記憶ないの？自分でもこけてたで。全部やられたと思ってるん。警察行ったらええよ。警察は中立やで。山田だな、こいつ。ブロックです。山田ブロック。便乗芸人が。あ、火薬さん山田嫌いなんだね。はいはいはい。
ハトいらないですね、そういう。まゆちゃんのハトいりません。うん、もうハトだらけだね、もうこれむちゃくちゃ嫌やもん。嘘ばっかり言って、もういいよ番号言わなくても、もう疲れてよ、もううちも。なるほどね。たくまと仲良くしたいの？セルマさん相談乗ってもらえないかな。いやー、たくま。なんか宇宙が叩かれてない？なんでな意味わかんねえ。なんで宇宙叩かれてんの謎なんだけど。なんな？
た誠司さん、いや別にお金が欲しいわけじゃないんだけどね、なんか論点がさずれすぎててコメントの、謝ってほしい、こんな文章じゃなくて電話で。あのね、ブロックしないと思ったら大間違いだから、どんどんブロックいっていきます。ね、まず、837号さんブロックです。次。542号さんブロックです。35号さんブロック。次。26号さんブロック。次。461号さんブロック。ありがとう。はい。なんか言いたいことある？どうぞ。うわぁ。急にアンチコメなくなった。クズだ。心なんてもうそっくにボロボロだよ。一番いや今から一か説明しようっていうの知りません。それは
山田性格悪いね。悪いね、あれは。どの理論で言っても悪さしかないよね。普通に。どの理論で言ってもね。人にクズって言ってる場合か、自分の行動見てみろよ。ハイブロック好きなように行動してるよ、言われなくても。今現在進行形で、これからも好きなように行動するし、別に誰の許可も得ず。通報お願いしますね。たくまと部長山田、通報お願いします。実腕からいける。今ね、番中だから検索しても出てこないから、リスワンからいけるかもって聞いた、リスナーさんに。うちもさっきね、部長山田ブロックしようと思ったんだけど、ほら番中だから出てこなくて、検索しても。たくまと山田が2人でツナのアカウントから見るって話してた。やばいじゃん。なんでそれこそするの、本当に。本人通報しますね。自分から仕掛けていた何が、たまがるやつがいな、本当に。もうなんかもういいよ、わかんないんだったら。うん、今から一から説明するのめんどくさいから。
き乳なんか論外だよね、はっきり言って論外。論外です。うん、そうでしょ。だあそこにいたメンバーが何にも止めなかった。何がうち悪いの。まあうちも悪いかもね。じゃあ許すしかないじゃん。うち悪いな。言ったね。うちが悪いって。で許すしかないじゃん。うち悪いんでしょ。うち自分で悪くないと思ってるけど、でも悪いって言うんだったらうちが謝るしかないじゃん。じゃあたくまに。意味わかんないけど。わかんない、何が悪いのかわかんないけど、悪いって言ってるから。何が悪いのかな。ビールを手に持ってツナに飲ませてた。どういうこと。タクマがツナにビールを飲ませてたの。それを見てた人いる。そこ見てた人いる？ビール飲ませてた？うちに？飲ませないようにしたのに、ツナちゃんが人のビールを買って飲んだから、ツナちゃんのビールを注文したんだよ。だってどっち？そうやって言ってる人もいるけど、どっち？教えて。タクマもバンになってる。タクマはリスワン取ったことあんまないんじゃない。だからリスワンにいないんで、検索しても出てこない。全員バンだから。タクマが持って飲ませてた。山田の枠でか。タクマ A 番？
んだけど、いや電話出てもいいけど配信切らなきゃいけない、したら歯ぎらっきは何なのって、なんでこういう時ハト行かないかね、余計なハトばっか来るくせに呼んでもねえのにさ、なんなの早くさん、うちもたくまにかけ直さないと、だってたくま、まあいいや、なんでもない、じゃあタクマにかけろって言う人いる？カヤクさんタクマどっちにかけるじゃん。カヤク？カヤクさんこのケアに全く関係ないんだけど。みんなあの高音ボイス聞きたいだけじゃない？意味は分かんないんだけど、関係ないよね。だってイギリスとか連絡来ないもん。うちは火薬さん嫌いなところこういうとこだね。うちが電話出ないからって今度山田と電話してんの、もうゴミじゃん。
ジャダワンはもらえない、二度と。邪魔だからかけてる、ゴミが。死ね。だから嫌いなんだよね、便乗芸人。分かった、山田見てたんだな、この枠な、この枠見てたか、山田あの火薬草の枠見てたんだわ。まあこの枠見てたんじゃない。で火薬がうちに電話かけてくんの、かけての分かって火薬に電話かけたんだよ、山田。こういうことでしょ、そういうことだよね。見てたね。あ、チムはブロックしてないからね。チムの携帯から見てんじゃない。ね、気持ち悪いんだよ、マジで。いや、うち電話出ないよ。ゼロワンからだったら出てくるね、そこ。お前やばいわ。山田お前やばいわ。まあいいよ、こういうやつは A 版だから。そのうち時間の問題だね。もうこれもう待ったなしでしょ。もう1週間版でしょ。次 A 版ね。お前やばいわ、勝手にうちが送ったんだ。すごいこと言うね。お前やってること犯罪だからね。お前やってること犯罪な。ミータソが何？タクマやったできたものではないって言ってる。お前その場にいねえじゃん。すっこんでろよ、クソ野郎が。ミータソブロックな。もういいわ、ミータスブロックする。ミータスって言ってんの？で、ブロックするわ、じゃあ、ミータスを。うちフォローされてんだよね。ブロックするわ、ミータスを。ミータスにタクマが言わせてる？山田が嘘ついてる？ざけんじゃねえや、てめえ、そばに、その場にいねえくせによ。すっこんでろ！関係ねえんだから。
で、たくまに連絡するわ。三田さんも津田に怪我させられてる。あの、会ったことないんだが、会ったことないんだが、会ったことないんだが、どうやって怪我させんの。性格悪っ。性格悪い。何？うちの味方いないの？みんなうちのこと潰そうとしてんの？こんだけ証拠揃っててすごいね。中井空気読んで。優作とか過疎どうでもいいから。早く怒ってくれてる？じゃあうちがだって味方しないでうちが嘘だって言ってるってことでしょ？ミータスを。めちゃくちゃ痛かったから。何何何何何、たくまに相撲どうだったって聞かれて最高ってニコニコ返事したの覚えてない。覚えてないけど言ったんじゃない。最高なわけないよね。めちゃくちゃ痛かった。沸かせるためにそうやって言ったの。たくま好きだったから。酔ってたし。あ、火薬に電話するわ。分かった分かった。謝ってる。なんで謝るの火薬さんが。うちに言ったことに責任って何が。言ってないことを言ってないと、言ってないことをさ言ってるとは言ってないじゃん。言ってることも言ってないとか言ってないじゃん。
山田の嘘、もう分かったよ、鳩で分かった。あの運営へのメールがうちが送ったって言いたいんだろう。お前マジやばいわ。あのメールうちが送ったのな、たく山田がそう言ったのな。やばいわお前、死ねよマジで。お前やってること犯罪だから、はっきり言うけど、勝手に携帯ね。まあ、たくまも同じだよね。いや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 、やばー、やばいんだけど。やばすぎ。じゃあ火薬さんから電話かかってきたんだけど、じゃあもう一回切るね。ロック解除って、うちロックしてない、携帯のロックしてない。携帯のロックしてない。電話出たらうち配信切れちゃうけど、じゃあ切るね。うん、じゃあ切るわ一回。じゃあ火薬さんに電話するんで、いいですか。はい。
あれ延長になってた。ごめんごめん。一回切るね。ごめんごめん。トイレ行ってたんだけど。どうなってんのこれ。ごめん、切るの忘れてたわ。え、待って待って。え、たくま、水素ちゃんが帰った後、水素ちゃんに電話してたよ。そうでしょ。まあいいや、ちょっと切るわ。はいはい。お前だから火薬に電話来た？また？意味わかんないんだけど、お前が何を言うことがあるの？無理やよ。苦しいよ。分かった、ちょっと待って、切るから、ちょっと待って、ちょっと待って。